入学式4日前、なんか楽器持ってるんじゃないですかね。デザイン美術科の新3年生です。あ、横顔があった。何を探してるんですか？天使。天使？なんか祝福してる感じがする。彼らの今日のキャンバスは新1年生の教室の黒板。使うのは6色のチョークです。長崎日大デザイン美術科では入学式や卒業式など節目の行事に合わせ黒板アートを制作する伝統があります。うわ、すごいね。新2年生が前の黒板、新3年生が後ろの黒板を担当します。濃厚なんですか？みんなが入学してきた時はどんなタイだった？タイ、タイ、タイ、めっちゃうまいと思いました。去年も有志で集まってやったのがこの2人で、やっぱ独特のものがあるのかな、黒板アートって。色が限られてるのと、地の色が緑なのと、なんかあんまり粉が乗らないとかあるからちょっと違う。その入ってくる1年生を、あ、3年生すごいっていうのを見せつけた。絵画を得意とする向井さんがまず大まかな構図を描きます。見えてきたのはラッパを吹く2人の天使。一方こちらは前の黒板を担当する2年生グループ。3年生とは全く違うコンセプトになったようです。どんどんできてる。色付けが始まった3年生グループ。天使が吹くラッパから何かがニョキニョキと伸びています。実はこれ桜の枝なんです。カラフル。これベースにして後からまた影とか入れたり、いろいろ混色してったりして手探りな感じで。祝福を意味する天使と力強い桜のコラボレーション、どんな絵に仕上がるのでしょう。作業2日目です。3年生の絵は色使いがさらに鮮やかに。桜の枝には花もたくさん咲きました。ここら辺は増やしていいんだよね、花は、うん、の桜のさ、際のところを右下のところをもうちょっと描いてくれればいい感じになると思う。指や筆、ほうきまで使って細やかな表現を目指します。制作開始から8時間、先輩たちから新1年生へのメッセージが込められた黒板アートが完成しました。素晴らしい。天使はなんその1年生が入ってくるから2、3年生がラッパを吹いて道を示してあげようということで、そのラッパを吹いた先から枝が伸びてて、その枝の下で1年生がなんかキャッ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 楽しんでる感じを想像しました。なんか先輩としてしっかりなんか背中を見せられるような先輩になって、あの1年生を迎え入れられたらなって。日大のデビカに入ってきてくれてありがとうっていうことと、これからよろしくお願いしますっていう、喜ばせたいっていう気持ちで
ひたすら書いてて、これを見て新入生が喜んでくれたらいいなって思います。入学式当日、今年は新入生422人のうち27人がデザイン美術科です。式が終わり、新1年生が教室へ。すげえ、綺麗だな。すごかったです、うん、花がすごいありましたね。こういうので歓迎してくれてありがとうございますって言いたいです。桜なのに水色とかを使ってるところとか全部ありがとうございますって思います。なんか心に来るっす。先輩たちみたいな絵が描けるようになりたいっす。思いのこもった黒板アートにみんなも笑顔になります。先輩たちに見守られながら新入生たちの希望に満ちた春が始まりました。